一刀では覇王色は使えないということか。ああ、だからもうめっちゃ俺と顔置いてる。やめて。緑くんは疲れてるの、レウさん。やめて。やめてあげて。これ仕込み俺行ってくる。そんなことしないで。ああ。こんなクリスマスの格好なのに。ね。やめて。お、サボってんちゃうぞさんの服が青鬼2バージョンなんだけど、あ、2やったーって書いてある。2やったー、うん、そうだね。おい、青いスキンやめろやばい。あ、そうだよ。確かに俺より、俺より青いぞ。3、2、1、スタート。そしてダメージなくなった。あー、こんちゃんの仕込む場所なんて丸わかりだぜ。あ、マジかよ。誰だと思ってんだよ俺を。まさか誰だと思ってんやがる。ドドン、ほら肉やるやん。とりあえずここに来れば肉あるみたいなとこあるの、このゲーム。さ、というわけで俺は青鬼に乗り移って青鬼視点を見ていこうかな。お、どこ、ここ、青鬼視点実況して。で、こっちにか。さあ、来て早々。あった、つるはず。マジ？バツバツ食べてくね。早く早く早く。早く通話のアドバンテージ使ってけ、早く。おい、ずるいぞ。早く早く早く。開けて。リスナーには分かんない。リスナーには分かんない。こっちだね。これでふわっていったらマジ切れるかな。マジ切れる。おお、来た、よーし、ゴー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 、バド強が。この速度でふわって移動してば、そりゃ事故起きるわな、衝突事故起きるわ。これ不正疑惑あるけどな、リスナーから。マジマジだ。違うからな。リスナー視点、不正疑惑ある。違うからね、マジで。肉はあんまり取らんでおこう。優しく。待って、これ、お礼の視点だと透明になった人もさ、うん、完全に見えないわけで、うっすら見えるからさ、どう逃げていくのか見えるんだよ。ああ、いいじゃん、逆に。回避の方法とかね。うわ、どこ、これ。すごい、すごい、すごい。こんなところある。早いね。ふわっぃはどう動くかが、本当このゲームの難易度を左右するからね。これ、こんちゃん視点でさ、俺が死んだところさ、ちょっとやばいよね。あってなっちゃう。お、うまい、うまい、うまい。即座に、いかに即座に弾に変えるかだね。あれ、あ、あった？前ね、こっちありました？ないないない、多分ない、多分ない、多分。ないない。あ、びっくりした。フルの方か。さて、これ透明化中のやつはどうやっても倒せないの？倒せない。同じとこに行ってもダメ。うん、座標はない。なるほどね。あった！マジ？おい、こんちゃんいやらしい。キュッさん、あったよ。あ、待って、間違えた。そう、なぜバレた？これ、あ、待って、俺プールのあのはしごから律儀に登っちゃった。こんちゃんの隠すとこ分かる説マジあるな。繋がってるな。バレた？思考トレス。は、でも早っ。開いた。一個取られてたもん。しかし、じゃあ用務室いもろうかな。お前、休館行けや。ふわっぃもランク続けてるからね。てか待って、用務室前めっちゃ人いるんだけど。あ、あ、レウさんが、チャットレウさんの鍵が。お前、俺の声聞いてから助かったやろ。あ、お前、死んだ、バドキョウ。おいお、働いたぞ、俺は。ね、待って、めっちゃ腐るほどいるよ、用務室前。すごい、すごい、すごい、すごい。すごい、すごい。出待ち組が、もう俺もこうなったらここにいよう、もう。いや、ふわっぃの快進撃だね。今、ふわっぃどこいる？いや、言えないよ。まさかまさか。言えないよってことなんだ。俺は土地を把握してないよ。なんだお前ら、やめろやめろ。なるほどね。あそこに感圧板を置かなきゃいけない都合上、ふわっぃは奥に行く必要ないのか。結局戻ってこなきゃいけないからね、奥のに。てか待って、これ感圧板、ちゃんと行けてるかな、みんな。さあ、どうかな。俺、あ、感圧板行けたのか。感圧板は開いたよ。休館か。うん。休館どうやって行くんだっけ。中庭。ふわっぃは休館行かんのかな。じゃあ行くか。っていうのが俺のもしかしたら引っ掛けかもしんないよ。てか待って、俺休館の行き方自信ねえ。俺一切行けないから無理。レオさんどこいんの。え、
体育館。じゃあちょっと一緒に行こうぜ。体育館やったら近いぞ、結構。あ、そうなの。どっちだっけ。さっきも急いで探してる感があるな。こっちは緑区にディスられたとこだ。おおおお、すごいすごい人がいっぱいいる。え、読む室なんだこの量は。あ、体育館来たよ、レイさん。なんだこの量は。すごいいっぱいいる。乱獲だ。後ろ、後ろ、会場かな。後ろ、おい、行くぞ、ついてこい。会場だったのかな。こう、うまい具合にみんなお玉使って逃げてくね。こっち、こっち、覚えてる覚えてる。あ、こっちなんだ、俺こっちの方向から来たの。ゲームの都合上さ、前向いて走ってると後ろから迫ってくるフワッティがどのタイミングか全然わかんないね。うん、そう、そうだよ。後ろに来られたら終わるよね、これ。そう、終わりだね。レフさん死んだら、隠れ弾使おう。いや、絶対に。おい、開いたってか、今日さん鬼だったし。俺じゃ、すごい、すごい。お、不正じゃん、不正。俺、持ってるね。俺、無言でやっててんけど。あ、いる、いる、るる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 る。ラッタ、そっち行けばいいの。え、わかんない。わかんなかった。あ、ふわっちゃん。ちょっと見えたぞ。いや、見えてない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 ってか、ご飯、ご飯。休館に行こうね、とりあえずね。え、待って、後ろに。誰も逃さねえ。怖っ。てかさ、待って、俺の。やる。ここ開けて、誰か。やる。誰か。やる。お、そして、京さんとファッティが。あ、おいやさん。おい。怖いね、これ。あ、けど、こいつ。お、コマコダもいるし。オーケー。ナイスイー。もう4人やったぜ。危なかった。残り32人。残り540秒。え、レイさん生きてる？生きてるけど、どこ行けばいいかわかんないし、隠れ玉2秒しかないし。え、めっちゃ使ってるやん。さて、みどりさん、今回脱出者出そうな感じですか？いや、無理。お今回はフワッティ側が干渉するということですか？え、ちょっと。いや、ダメだ、隠れ玉なくなったでござるよ。こっちだよね。こっちこっち。アビ教官なんだけど、運営が。アビ教官。みんな叫んでる。京さんだけ別中だけどね。お前を殺すな。勝ってる側だからね。これ右から来たらマジ終わるな。ここどこ？どこいんの、レウさん。さて、着々とフワッティ側が逃走者を見つけられなくなってきたね。ただ鬼に追い詰められてもう終わった。ちょ、行くか。こんなところにいても始まんねえんだ。あーチョップチョップ、あーチョップチョップ、すごいすごいすごい、あーすごいね、乱獲だね、ここに来て乱獲だね。結構みんな奥行かないのかな。ここはどこ、ちょっと待って、よくわからんとこ。いる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 、すごい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 、いっぱいいる。なんかよくわからんとこ来たのにリスナーがめちゃついてくる。さて、あーこれはこれはどうなる。いや、行くしかねえ。もう確実に一人を狩るみたいな感じだね。フワッティの動きがもう、ここどこだっけ。あ、ここ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 。さーて、もうこれもう、もうフワッティがどの辺にいるとか口に出して言えないんだけど、なかなかやっぱフワッティがもう一箇所にとどまって行動するようになってくるね、だんだんね。あ、やだ、あ、やだ。やっぱ集合通路なのかな、それともこのファッティが把握しきってないからなのか。いや、でもね、動き的にはね、知ってそうな動きなんだよね。おいよ、発見。いや、京さんにはやられたくないの。なんでよ。だってやじゃん。おいよ、待ってこら。おいよ、お、お、すごい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 。いやー、おいよ、屋上におるぞ。もう屋上にいるの？うん。あれ、いつの間に行ったんだ。ファッティさんは屋上行かないのかな。お、なるほどね。あ、で、よし、ナイスコンちゃん。いや、これもしかしたら俺の引っ掛けの。やべって言ってた。いや、遅えよ。やべ、屋上もっと青に来てくれ。え、これ開いてないの？やっぱ、鬼側もどう動く立ち回るか結構悩ましいところなんだろうね。または地理を把握してないか。やべ、開いてる。あれ。あららら、脱出者が出た。え、ちょっと待って、待って待って待って。
待って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 。ふわっていの動きに変化が。ふわっていの動きに変化が特にないかな。あれ？かな？まあまだ始まって数秒、数、3回目？あ、あ、あ、あんま回数が上がってない。いやー、ちょ、おい、お前。おい。あ、てか待って、脱出制限じゃん。あー、2人目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 、お、どうしたの？どんなもんじゃ。これ、ふわっぃさん、もしかして、地理把握してない、はい、こういう、出てるぞ。あれ、これもしかして、ふわっぃさん、把握してない、そんな、まあ、でも始まって早々だからな、まだ地理把握してる人少ないか。あー、余裕、余裕。こんなもんか、バド教に。あれ、あれ、おや、あ、おや、どうしたの？あ、レウさん、どこいんの？何やってんの？お前は夏を楽しむな、お前。いやもう、絶望してプールで泳いでたら、おフラッティが周りを。なんで、俺が、ね、俺が言ってあげるから、じゃあ。お、マジで。どうするんじゃないよ。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。なんでフワッティここ来たんだじゃあ。確かに。多分、左、左、左。道が分からなくて、不安になって、焦っている動きが見えている。じゃって、今、緑くんが見えましたね。あ、左。で右。あ、ずるくないです。え？ね、ずるくないよ。ずるくない、ずるくない。あーすーごい。スレイウさんのお？あぶねー。隠れ玉ないから普通に逃げるっていう。皆さんそっちちゃうとでも戻ってこい。マジで。戻ってこい。こっからあそこ行くってあの道しかない。ないないない。マジで辛くね。行ける行ける、普通にだったから。絶対ぶつかる。さあ、レウさんも脱出するためにいろいろ策を練っている様子。そしてフワッティは無事を切り抜けた。なんか決めちゃった。普通に追いかけっこすんなお前。頑張ってちょっと待ってよ。普通に追いかけっこ始めんなお前は。あれ？ああそこか。あ、小箱だもいる。ああ。リポーン。普通に追いかけっこ始まってた今。だっても隠れ玉ねえもん。はい、ということでお疲れ様でした。クリア者はコルペンさん、ミラスさん、ジャスティスマンさん、キリカブさん、シャームさん、デザインさんでした。あ、おめでとうございます。ペチ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 。 あとラダオくんさんでした。それは違う。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。素晴らしい、素晴らしい。やはり作者、作者ですからね。何のか。おら、おら、殴れないじゃん。いや、殴られへんよ、違うから。モードが何かしらもらってる。あ、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 緑くん、緑色警察。はいはいはい。緑色警察、やばいです。あー、人質が、人質がいなくなっちゃいます。今行きます。今、早く、いなくなっちゃいます。人質が。お前らしてんねん。人質がいなくなっちゃいます。あれ、あれ、あれ、あれ。早く早く。おお、お前、お前、共犯か。あー、ナイス。ナイス。はい、ということで、脱出者はラダオくんさん一人ということで。あそこにも脱出者いますけど。あー、ありがとうございました。ちょっと待って、絶対これサバイバル、よし、逃げろ。絶対呼んでた、あいつ絶対、モード変えられるから。あはは、なんか来てる。走れない、しかも。ああ。これで、青鬼2はまだ2人やな、よかった。いや、ちげえよ。